こんにちは。この Python チャレンジです。はい。今回も楽しく前回の続き、そしてなんか新しいものを作っていきましょう。はい。まず前回どこまで行ったかというと、そう。秘密を合言葉で読み出そうでしたね。面白いでしたよね。まあ私は面白いと思いましたよ。結局、あの QR コードをスマホの QR コードリーダーで読んでも何が書いてあるかわからないわけですよね。そしてそんなものを、えー、ちょっともう一回開けてみましょうか。えー、でも、えー 自分で作った、えー、ツールを共有することで読むことができるということでしたね。はい、えー。シークレットリーダー。これですね。はい。えー、こんな感じで合言葉を入れました。<laughs> 合言葉忘れちゃったね。だからもう一回作ろう、えー。まず作る方からやりますね。その一つ前に作ったシークレットメーカー。えー、シークレット QR メーカーの方で まあ、まず実験するわけですよね。はい。えー、どんな感じかっていうと、えー、走らせてみますと、えー、はい、えー。明日のテストは Python についてだそうですと。こんなテストがあるのか知りませんけど、明日のテストで暗号化。鍵としては、 えー、なんでもいいんですよ。本当に、えっ、ー、と、漢字でもいいし、えー、でもいいんで、まあ、鍵の、えー、鍵、鍵、456。まあ、鍵、覚えてられるかなはい。鍵456で暗号化します。それでこれを、えー、まあ、スマホで読んでも読めないわけですよね。どんなになってるかっていうと、多分この文字列が出てきます。こんなのわかんないもんね。はい。で、えー、今度は、これを閉じて、 えー、スマホ、シークレットリーダー、前回作ったシークレットリーダーの方で読みます。まあ、カメラを使えないので、今は、えー、前回のファイ画像ファイルを撮ってますけど、ヒミガ言葉は、鍵の、えー、456かな。それで、えー、QR ファイルは、まあ、同じ場所にある PNG、QR コード PNG ですね。こいつを読むと、はい、こういうふうに出てくるというわけです。 えー、大変面白かったと思います。まあ、ぜひ、えー、遊んでみて、そしてまた自分で改造することを考えてみてください。はい。じゃあ今日のところ行きましょう。はい。今日はですね、えー、数当てゲームは元昔々、数最初の頃数当てゲーム作ったの覚えてますかあの、その数より上です下ですってやつですね。 あれの、えっと、シンプルグイ版を、まあ、ちゃちゃっと作りましょう。もう皆さんもシンプルグイにだいぶ慣れたと思うんで、結構一人で作れるんじゃないかと思います。えー、ロジック覚えてますねはい。数当てゲーム。最初は23課、えー、でやりました。それはどういうゲームかっていうと、23課のゲームは、えー、っと、コラボで作ったんですよね。 えー、そして41課でそれを、えー、パソコン上の、えー、アイドルで作り直しました。それをちょっと開いて思い出しましょうか。えー、っと、出てくるかな数当てとかいう名前だったと思うんですけど、えー、数当て、41か数当て。私の場合だと、えー、ど,んど,どこかな ?41、これですね。はい。覚えてます こんな感じでしたね、えー、インポートランダムでそして1から30の数でで、えー、当ててみてって言ってまず、えー、これですね文字じゃなければちょっと無視する、えー、あとはドンピシャなら当たりそしてそれより大きければ上だよ違えたら下だよってこんな感じでしたねはい、はい、じゃあこれをでもう作ってみてください もうわかりますよね。どういうふうにやるかっていうと、まず自分でレイアウトと動作を設計してみましょう。一回ここでビデオを止めてやってみてください。えっ、ー、と、前回の例えば暗算ゲームなんかを元に作ってみるといいと思います。結局何かというと、インプットとアウトプットですよね。だから割合単純で、えっ、ー、と、こういうふうな枠の中に、まず人間が入れる、 入力枠、インプットを作るわけですよね。それでまあボタンを作るか作らないかは重ですけど、ボタン、例えば45とかって入れて、そしてここに結果が出ればいいわけですね。45よりは上だよとか、下とか。まあそんな感じでやるのが基本だと思います。まあ一番最初にこれ、ここにまあ1から100でとかって、まあ、書いてあげた方が親切ですよね。はい、こんな感じです。要するに、 インプットがある、ボタンがある、そしてテキストを表示する。これだけですので、多分できると思います。ちょっとやってみてください。止めて。はい。どうでしたかできましたかはい、えー。じゃあ、一緒にやってみましょう。えー、私の、私なりにやっています。暗算ゲーム L93 をベースに改造します。となると、まずこれを横目で見ながらですよね。なので、こいつはじゃあ、こっち側に置いといて、 そして、えー、L43。んじゃあ、93。93の数当てゲーム。えー、これか。軽くゲーム。これをまあ、あった方が話が早いんで、本当はなくてもゼロからでも作れると思いますけど、これを変更しましょうね。こいつをセーブアズ、えー、まあ、当てるだから、L98 でしたっけ今、やってるのは98の、えー、ナンバーゲス ゲスえー、ちょっと、まあ、言葉知らないかもしれない。当てることをゲスと言います。なんまあ、こんな感じで綴ってみてください。GUESS ですね。はい。こんな感じで、まあ、ちょっとやってみます。そうしますと、テーマ何にしましょうか。えー、テーマは何でもいいんですか。じゃあ、少し変えて、ライトブルー。まあ、これも自分でテーマブラウザーで好きなのを選んでみてください。 そして、メイクプロブいらないね。これはいらない。どういうふうにやるかっていうと、まず、えー、っと、下と上を、えー、決めましょう。えー、まあ、1。1か、まあまあ、単純につければいいですね。そうすると、まず答えをすっくり、こっそり考えます。ランダムドット、ランドインと、まあ、1から、まあ、100までにしましょうかね。はい。これをかすか考えておきます。そして、 えー、まあ一番最初にどうしようか。一番最初ちょっと、まあこれは、まあ本当はいらないけど、えー、っと、まあ後で直せますけど、1から100です。当ててと、まあこういう感じですね。はい。これはだからあってもなくてもいいですね。そして、ユーザーが入れる数入れます。そして、えー、ボタンを作っときますか。 えー、こないン暗算ゲームの時のように、えー、うん、えー、と、あれですね、えー、え、バインドリターンキーが入ってた方がいいですね。その方が楽なので。そして、結果は、えー、ここに、えー、リザルト u l res, やっときます。はい。そして、 じゃ、これは数当てゲームですね。はい。で、いいですね。はい。えー、レイアウトはこれでやりましょう。どんな感じになるかちょっと見てみますか。えー、っと。うん。どうしようか。ワ1数字じゃなければ数字を入れてください。いいね。そして、えー、 もし、あ、もういい、ね。だいぶできてるね。数字がアンスに等しければ正解ですと。あ、これでいいね。else、不正解。ちょっとここまで、これは、ここは消しておいて、えー、これもいらないから、こうずっと消しちゃって。これでどうなるか見てみましょう。いいですね。あ、それからそうか。 こっそり答えを書いといた方がいいから、一番最初のところで、プリント、アンス。まあ、画面の方に表示するようにしておきましょう。ね。その方がいいですよね。それから E と V を表示する。これでどうかなもうこれでちょっと実行してみましょう。よいしょ。と、まず、66がほとんどは答えです。じゃあどうしようか。45とかって入れてみる ?45 と言って、リターン。不正解でした。OK。 いいね。うーん。じゃあ、でも、そうか。つまり、どっちが上か下かを言,言わなきゃダメだから、それ改造しましょう。でも、ほとんどうまくいってるのがわかりますね。じゃあ、はい、ここやってください。正解どうすんの ?L if にするんですね。L if、えーっと、L if、もし、えー、アンスが、イン のインプだったらもしこっちの方が大きければどうしましょうか、えー、上です。アップにしようか。ね。はい。アップにします。あロ違うね。はい。はいとローにしようか。どっちでもいいんだけど。えー、っと。えっ、ー、と。 まあ、ハイとローにしましょうか。もし、アップとダウンにしてもいいし、えー、どっちでもいいんだけど、どっちがいいかな。まあ、本当にどっちでもいいですけど、えー、ハイロー、アップロー、ハイローにしましょうか。はい。で、そうでなければ、もう終わりですね。エ l ス e sg ポップアップ、ロー。まずこれが基本ですね。 はい。じゃあちょっとこれで実験してみましょう。まあなんかできちゃったね、ほとんど。はい。1から100まで。じゃあ、50。55。ローです。うーん。じゃあ、どうしようか。じゃあ、30。つまりこれやだね。ここが暗っぽにならなきゃいけないね。それを覚え、忘れる前にやりましょう。ですので、えー、っと、ここで、 えー、あそこを空っぽにしなきゃいけませんから、毎回空っぽにすればいいから、これぜ、どんな時でもやりゃいいですね。えー、っと、だから、どうするんですかこのインプットボックスをクリアしてほしいわけですよね。だから、ここ、ね、いいですね。えぇ、ー、win の、カッコの、えー、インプ。これですね。インプを、 カッコって違うね。えー、インプ。はい。これを、アップデートの、空っぽですね。はい。これでいいと思います。これでいいかなうん。よし。やり直そう。だいぶ良くなってきたと思いますよ。はい。1から100まで。じゃあ55。ローです。 うん30かなはい。もっと下です。じゃあ、20。もっと下です。そうか。じゃあ、10かなあ、当たっちゃった。っていうような感じですね。はい。いいですね。はい。もうほとんどできちゃった。ね、とにかく作って、それからよくしていきます。 ログを表示するのはどうでしょうね。つまり今、今、えー、どういうふうな、どういうふうな数字が次々と入れて、なんて答えられたかが消えちゃうので、えー、なんとなく寂しいよね。だから、それ、ログで表示するようにしましょう。そのためにはマルチラインでやっていったらいいと思います。ちょっとやってみてください。できますかはい。じゃあ、もうやっちゃいますね。やめてくださいね。あ、やってくださいね。 テキストの代わり、マルチラインにしましょう。マルチラインで、えー、っと、そうですね。少し、桁数を増やしますから、サイズイコール、まあ、横に、まあ、15文字。縦に、まあ、どのぐらい ?10、縦10文字ぐらいにしましょうか。10行ぐらいにしましょうか。ね。そして、こういうときには、まず最初に空っぽのログを作ります。ログでもテキストでもいいんですけど、じゃあログ。 これは、空の文字列を作っておきます。いいですね。そして、えー、っと、こう文字を入力して、このどれかだったらば、はい、どれかだったらば、うん、どうしようかな。うんと、そうですね。どれかだったらば、えー、それぞれ書きます。ので、まあ、こまあ、 ま、この間違えた2つの場合だけから足すことにしましょう。そうすると、ログに、えー、プラスイコール、文字列を後ろにつけ足すことになります。えー、っと、入れた数と、入れた数ですね。だから、えー、インプと、インプ。これ何回も使うから、ちょっと、ここでやりましょうか。ここで、えー、v イコール、 イントのインプ。これこうしときましょうね。はい、えー。人間の入力はいつも V ですと。これいつもそうだね、えー。なので、V。V が入ってきて、えー、それで、えー、はい。まあ、こんな感じですか。それしからね、この場合には、えっ、ー、と、毎回、 えー、バックスラッシュ N というふうにして、行外を足します。いいですね。これと同様に、ローの場合も、ここに足すことになります。入ってきた値と、ローですね。はい、もうこれでいいでしょう。はい、ちょっとやってみましょう。えー、っと。はい、えー、じゃあ50。はい、でした。ね。 アップデートするの忘れた。失礼しました。これでログを足して、えー、同じく、このレスのところにアップデートしなきゃいけませんね。ので、えー、ここのレス、えーと、レスのところですね。レスのところに、えー、こいつを、ログをアップデートします。ログの値を書き、ログっていう文字列を書き込むことになります。やってみましょう。 はい、ええー、じゃあ55。はい、ローです。そうすると、55でよりローだって言われたってことが書いてあります。いいですね。30。もっと下だと。じゃあ、うー15。あ、リターンしてみますよ、私ね。はい、OK。ロー15より下ですかじゃあ、7。7よりは上。 じゃあ、うんと、15と7の間から12。もっと下。なかなか当たんないね。えー、じゃあ10、10。正解と。OK! こういうことになりますね。今は正解の場合は書いてません。まあ、それは改造してください。という感じで、すごく簡単に数当てゲームを作ることができました。いいですね。えー、改造してみてください。 いろいろもっと改造はできると思います。例えば、さっきのポップアップがうるさければ、えー、もう一行、一行ごとに書くこともできます。いいですね。はい。じゃあ、えー、あとは自分でやってください。もうだいぶ、えー、数が増えました。98課。あと99課と100課は、えー、もっと簡単なものを作ってみたいと思います。皆さんも今日の風当てゲームと同じように自分でできると思います。はい。ホー,ムワーク次回に向け簡単な計算機。いいですね。 1>, えー、1たす5が6になるとか、8引く3は4になるとか、あとはけ算とか割り算とか、あと何な,ならあれですよね、えー、Python の演算子で計算すると面白いと思います。そういうことで計算をして、正解か不正解、あ、じゃない、ちゃんと計算してくれる計算機ですね。これ暗算機じゃないですね。計算してくれる計算機を作ってみましょう。はい。まず自分なりに作ってみてください。そして次回いろんなことをやってみましょう。いいですね。はい。 じゃあ今日はここまでです。また見てください。さよなら。